さあそれでは今回は前置詞シリーズのの物語っていうのをやってていいうをやきます、えー、またね辞書にワーッと羅列してある,あるような表現を3つにまとめて、まあ、物語としてねこうどんどん発展させていきたいと思いますので、えー、ぜひ最後までご視聴くださいじゃあいきましょう今回は場所時の話をするんですが、まあ、場所とか時はあんまりね難しくないよっていう,うに特に中学の全知音をすでに勉強し終わってる人は思うかもしれません。 まあ上でしょとかまあオンマンデーとかでしょっていうねまあでももうちょっと深掘りするといろんな場面で使えるよっていう話をしていきたいと思いますえまずオンって上でしょうかね、えー、まあねこの地球には重力というものがありますから基本的に物を落とすと何かの上に行きますねしかしこれ実はですね上ということはこの根本的な訳し方ではなくくっついていること接触していることを これが大事なんですよということは上になくても、まあ、例えばこれをね、えー、なんか接着剤でパッてくっつけたとしましょうさあこれも結局くっついてるから「オン」って使いあの表せるんですよねはいということでまず「オン」の根本的な意味は、えー、やっぱ接触だと、えー、ここをしっかりと押さえておいてくださいだ早速ね場所の例文を見ていきたいと思いますさあどうでしょう1文目 There's a picture on the wall.Wall wall って壁ですね。壁に絵がありますと。まあ、この壁にの2の部分がオンを使うのはイメージしてください。壁に絵がこうあるね。うん。っていうことで、これは別に上じゃないじゃんね。えー、壁にくっついてるわけだよね。なんで、場所、この壁という場所にくっついて絵があるよとオンを使えるわけです。いいですか次。We are on the fifth floor. 私たちは5階にいますよっていう結構これをね大学入試とかで出たりもするんですよこのオン、えー、答えなさいっていう5階にっていうのはオンですなんでかっていうとフロアに注目してみてこのフロア床ですね床にくっついてるわけですよ人間がなんでこのフロアに人が立ってるこういうイメージから、えー、何階にっていう時はオンを使います 私こですねえー、ちなみに今俺「5階に」って訳しましたが、えー、これイギリス英語で、まあ、要はイギリスでこのね「We were on the fifth floor」って言われたら何階のことか分かります ?5 階じゃないんですよ。6階これ私たちは6階にいますって意味なんですよね。えー、なんでっていうと、えー、イギリスではですね、えー、1階のことを「first floor」と言わずに1階のことを「ground floor」って言うんですよ。まあそうね地面があるゆ床ってことで。 まあ、確かになんか分かるくない、えー、グラウンドフロアが1階で,、えー、で俺たちの自分僕たちの言う2階っていうのは実際は階を、ね、1個上がったわけだから1階じゃんって, <laughs> っていう感じで、ね、ずれていくんですよね。1階がグラウンドフロア、えー、2階がファーストフロアっていうね、まあ、イギリスではそういうふうにずれていくので、まあ、あのちょっと注意しておた方がいいかなと思います、はい。ちょっと話をされましたが「えー、We are on the fifth floor は」は私たちは5階にいますもしくは6階にいますってねイギリスだったらね。 はいこれはどうでしょうか his on his back. えー、これちょっと分かりづらいかもしれないねえー、ライン g は横たわるって意味で彼は横たわっていますよと彼のバックって分かるバック背中ですねこれ彼の背中を接触させた状態で横たわっているのイメージしてどんな状態背中がくっついてるどこにっていうと普通横たわってるっていうことはおそらく、まあ、床とか。 ねえー、布団とかベッドとかですかねつまり背中がくっついてるってことはこれ日本語で言うと仰向けなん,なんで実はこのオンヒズバックで、えー、仰向けにって言いますね彼は仰向けに横たわっているとこれちょっと分かりづらいですよね、えー、背中がくっついてるからって言われたらまあ納得いくと思うけど初めて見た時にそう訳すっていうのはやっぱきついかなと思うんで、まあ、これはこれで知っておきましょう、えー、ちなみに逆のうつ伏せってなんて言うでしょうバックの反対はフロントですね だから、オン・ヒズ・フロントだったらうつ伏せ、ねじゃあこう。前側が床にくっつってるわけですよ、えー、ちなみにね、このお腹って考えたら、オン・ヒズ・ストマックって言ったり、顔が崩れるりし,、ね、してたら、オン・ヒズ・フェイスって言ったりもします、まあ。これはこれとしてね、押さえててほしいなと思います、まあ。いずれにせよ、場所的にくっついてるっていうイメージがあるっていうのは分かりましたかはい。ではですね、次は、時なんですけど、これちょっとだけ、えー、覚えることあるんですよ。 ね、接触ししてるっていいいるっどういううのことでしょうかはい、また例文いきますねさあこちらの例文をご覧ください彼は1月13日に生まれましたっていうことですが、まあ、1月13日って時ですよね。でこの「on」が接触を表すっていうことで時の接触っていう話なんですが時の接触ってすごく分かりづらいので。 結局は覚えた方がが早いいかなっても思いますが僕たちさ、えー、生活していて一番こう接触している時間ってやっぱりこの1日単位じゃない24時間っていうこの1日単位に、えー、くっついて生きているっていうふうに考えてください。 まあいや俺は1週間単位だとかね俺は1年単位だとかしてもいいかもしれないけどまあ普通はそうだというふうに考えられているぐらいな感じでいいですよなので「音」のくっつくっていうのがやっぱりねこの1日っていう単位1月13日これ1日ねこの1日っていう単位と一緒に使われますまあ納得いかない人はね「音」プラス「日」みたいな感じで覚えてくださいということで時の接触っていうのはあの日1日単位の時に使われると思ってねまあ例えば曜日とかもそうですよね えー On Sunday えー、やっぱり一日単位まあ曜日っていうのは日ですからオンと相性がいいですしさて他にも、えー、私の誕生日にっていう時もオンですよ、On、my birthday です、ね、やっぱり Birthday この一日単位だから誕生日にっていう時もオンを使うといいですかねと、はいうことで,で時の接触っていうのはもう一日単位というふうに考えればいいということなんですけどこっからもうちょっと応用編があります。 えー、特定の朝昼夜もオン、えー、普通朝とか昼とか、えー、インを使うじゃんね「in the morning」「in the evening」とかね、えー、夜はアットヌー n でしたけど、えー、いずれにせよ the morning と聞いたことがないかもしれませんしかしあるんですよオンオンモーニングねオン d a y morning オン the evening of June 6th さあこれ一体なんで朝とか昼とかはインが普通なのに オンを使うのかっていうとこれがポイントで特定のっていう表現ですね特定のっていうのは分かりづらい人はちょっとこっちでしょうか、えー、就職後がついているそう思ってください就職後付きの朝昼夜です今回で言うとフライデーモーニングっていうこの金曜日というのがモーニングにかかってますしこっち側で言うと後ろから就職しています6月6日の朝あ夕方ってねどうでしょうかねなんでって感じしますかね やっぱり「in the morning」インザモーングっていう時は漠然とした朝って言ってだけなんですけどもこういうふうに絞り込んでいくとやっぱりそこに、まあ、なんうの精神的にこうくっつくじゃんねこの日ってね。なんでさっきの一日っていうのが一番こう時の接触っていうイメージだよっていうのと同じようにこう特定したら、まあ、そこに、えー、心がこう接触しているみたいな感じで考えて、ねえー、オンかなと思ってくれればいいかなと思います。はい っていうことですが、まあ、これも結局ね、えー、と、覚えた方がいいですもう。特定の朝、昼、夜は音を使う、えー。結構、大学の医とかも狙われますし、意外にこういうの書くときもありますよね、全然ね。はい。なので、えー、間違わないように気をつけましょうということです。はい。ということで、えー、場所とか時、えー、大丈夫でしょうかね。えー、いずれもこう接触している、くっついているっていうイメージが元となっているっていうことで話していきました。で、 こっからで、ね、2番目とか3番目までイメージがどんどん膨らんでいくとねこの音の物語っていうのができていっていろんな熟語表現も学べるようになっていくのでしっかりね2つ目3つ目の動画もお楽しみにしてください。ということで今回の動画は以上です。